ようございます。今日は7月の4日、何をしに行くかというと、私人生初めての車を買います。やばいよね。契約しにおじさんとおばさんが安定的に一緒について来てくれるんですけど、今日までいろいろ車見に行ったりとか、この車どうとか言って乗ったりたくさんしたんだけど、やっとやっとやっと自分がビビビッと来る車が見つかったので、今日はハンコを押してきます。行ってきます。イエーイ。マツダのディーラーに着いたんですけど、もうこのハンコを押したらキャンセルできない。やめなりまやめないよ。疲れすぎ、やばい、疲れすぎ。やったことない、なんかその久々に。綺麗に拭けよ。じゃあ契約しますか。はい、しますよ。押すよ。どうぞ。うまかったね。うまかった。性格が出てる。性格が出てる。この動画を上げられるのは次はモーションね。だいたい10月頭ぐらい。わかんない。まあ早くてそれってことで。いやー、どんな感じなんだろう。楽しみ。おはようございます。今日は9月26日です。今日は待ちに待った納車日です。イエーイイエーイ。だいたい3ヶ月ぐらい、約3ヶ月ぐらい、なんか日本車で結構そんぐらいかかるって、やっぱりなんかコロナが影響してて、なんか半導体がどうのこうのって言ってたので、3ヶ月かかってやっと今日お迎えをしに行きます。ということで行ってきまーす。このマツダの CX30 を購入しました。おめでとうございます。めっちゃかっこよくない？ちなみに色はスタニウムフラッシュマイカっていう色を購入しました。そしてこの色廃盤になりました。中を見てみる、うん、初めて。新車だよ。まだビニールが。こんなビニールがついてる。やば。では今から行ってきまーす。いってらっしゃい。自分の車です。はい、ということで無事納車されたので、今日はおばあちゃんち、私の実家を巡ってお披露目会をしに行くんですけど、皆さんどうですか、乗り心地。怖いです。パパは、うん、ちょっと怖いね。怖いよね。自分が運転したくなっちゃうかな。確かに、うん、運転してる人からしたらさ、そうなるよね。うん、もう安定感がありますね。人馬一体って感じですよ。なんでこの車にしたかっていうのを説明しようかなと思うんですけど、この CX30 の見た目もすごいいいなと思ったんだよね、初めて見た時、うん、ちょっと背が高くて、なんか内装とかも結構こだわってるっていうか、ちょっと高級な感じするじゃん。高級だよね。ここがツートンな感じだったりとか、うん、いっぱいね、周りがかっこいいなって思って試乗させてもらったんだよね。乗った時にすごい運転しやすかったの。安定感があって、エンジンのこの踏み方とか
ハンドルの太さとか私的に、これめっちゃ運転しやすいなって思って、あ、CX30 いいじゃんってなったのが最初ね。その後にじゃあボディの色何にするってなって、で最初は黒にしようかなと思って見させてもらったんだけど、まあ、黒も黒でかっこよかったんだけど、このチタニウムフラッシュマイカっていうちょっと茶色っぽくてカーキっぽい色を見た瞬間に私はビビビッときたわけ。この色めっちゃ可愛いなみたいな、私この色乗ってそうみたいな、なんかイメージがついたから、このチタニウムフラッシュマイカちゃんの色にしました。はい、で内装このシートの色はもう私絶対白が良かったの。なんか白の方が車内明るく見えるし、車の色はちょっと暗めで中が白が理想だったからそれにしました。本当はねもう一台候補があって、それはねロードスターだったのね。ロードスターの内装白が新しく出て、それもめちゃくちゃいいなと思って試乗させてもらったんだけど、ちょっと車高低くて初めて買う車にしては運転の技術がちょっとレベル高いかなって私的には思っちゃったわけ。街乗りすごい難しいし慣れなきゃなって思ったので、初めて買う車はオートマにしました。でも連載とかで結構ねマニュアル乗ったりしてるし、おじさん曰くマニュアル1回乗っちゃえばそんな簡単に忘れないよって言ってくれたので、あ、じゃあ初めての車はちょっとオートマに甘えてみようかなと思って、土屋さんにドリフトを教えてもらったし、そうそうそうマニュアルの連載も始まったしね。そうそうそう、だけど今追いつかないのは車の運転だからね。そうそうそう、まず街乗りをしっかりと安全に運転したいなと思って、だからいろんな条件がすごい私的にはちょうどいい車だったので、今回は CX30 のチタニウムフラッシュマイカちゃんに決定しました。おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに四駆だよね。あ、そう、四駆。AWD ってことかな。うん。あとこういう形の車だと四駆の方がなんか欲っぽいから四駆のメーカーで。そう。にしました。この車で動画撮ったりとかそういうのも増えてくると思うので、今後皆さんもお付き合いしていただけたらなと思います。安全運転で。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。というわけで。バイバーイ。もういきなりだな。まあ安全運転ね。はい。はい。バイバーイ。